ユニホンテレビ。意気込みは、上りから下りまで安全にしっかり楽しめるように頑張ります。はい、目標ポイントはどこまで行きますか。頂上まで行って綺麗な景色が見たいです。はい、頂上行けるよう頑張りたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、午前7時40分頃、はい、行ってきます。先頭のグループが祓川を出発しました。優勢落として中高合同の登山は郷土の自然に親しみ、体力や精神力を養い、中学校と高校の連帯感を高めようと、連携校となる前の平成20年から行われています。昨年は新型コロナウイルスの影響で取りやめとなったため、今回2年ぶりの開催となりました。今年の登山には、八島中学校の3年生25人、八島高校の全校生徒51人、そしてそれぞれの教職員など合わせておよそ130人が参加しました。生徒たちは体力に合わせたグループに分かれ、それぞれ6合目、8合目、そして山頂を目指しました。どう？暑い。どう？きつい。八島口は距離としては短いものの、急な石段や石径を登って高度を稼いでいくところに特徴があります。今年は特に石径が多く残っていて、涼しさを感じながら登ることができました。みんな初めて登るんですか？はい、1回登ったことあるんですけど。3回目です。あ、そうかそうか。プライベートで。すごいね、山好きなんだ。いやじゃあなんで登ってるの？どうぞ。はい、序盤だけどちょっと疲れてきました。まだまだ頑張ってね。はい、ちょっと待って。喋れない。無理です、無理です。安全な登山をサポートするのが教職員のほか、地元の八島山岳会や医師、看護師、そして保護者の皆さんです。生徒たちの様子を見ながら、少しでも上に行けるよう励ましていました。毎年見て成長はしてるなとは感じていいですね。はい、山岳看護師。そうですね、山岳看護師といいまして、はい、日本登山医学会の認定看護師になってます。東北ではまだ一人で、まあ、日本にもまだ60名ほどしかいない、認定看護師になりますね。山はとにかく病院に行くまでのアクセスが、まあ、かなり時間もかかる、距離も、はい、そして救助隊も上がってくるのに時間かかるので、はいはい、医療者がいて、医療はできないんですけれど、はい、ファーストエイド的な対応はできるのかなと思います。八島高中の学校登山を援助するのは初めてですね。なるほど。普段は二カホと、 はい、あとはあの南高中等部の方にお手伝いさせてもらってましたけど、ね。はいはい、八島の子たち見てどうですか？いや、元気ですね。やっぱこういう学校行事リスクあるんで、それがね、無事終わるのをお手伝いすると、我々がいるだけで安心して登山ができるんであれば、はい、我々も嬉しいし、うん、この日は青空の下で夏山らしい登り始めとなりましたが、次第に霧や雲が出て雨もぱらつきました。それでも生徒たちは一歩一歩足を踏みしめながら、それぞれの目標ポイントを目指しました。9号目です。あとちょっと。きついです。きついえ。あとちょっとで頂上です。楽しみ。楽しみですね。登り始めからおよそ3時間半、
午前11時過ぎに山頂を目指すグループが鳥海山の頂の一つ七甲山に到着しました。山頂にたどり着いたのは八島中学校の11人と八島高校の15人です。この日の山頂はあいにく雲に囲まれ景色を眺めることはできませんでしたが、それぞれ思い出の一枚を撮影していました。やばない？疲れた？疲れました、苦しかったですけど、頂上に来れてよかったと思います、頂上どうですか？すごく高いです。すっごい疲れました。気分は嬉しいです、あ、頂上初めてです。初めて、はい、今までもう何回も死にそうになりましたね。頂上はもう達成感でいっぱいです、八島高校の教職員によりますと、登山を通して達成感や思いやりの気持ちが得られ、中高の連携も深まっているということです。また今年6号目を目標とした生徒が来年はさらに高いところに行きたいという意気込みを見せているということです。それぞれのポイントで折り返した生徒たちは午後3時半頃までに全員無事に祓川まで到着しています。